これが機械なんですけれども、本店メロンのボーイズサイズの、まあ、あのローターのところがね、通称バタフライっていうローター入ってますけれども、これも、ステンレスはシルバーなんですね。機械がロジュンメッキってことですよね。これが、ゴールド金張りの機械ですけど、これは銅メッキっていうのかピンクゴールドメッキってちょっとわかんないですけど、まあ機械自体が、まあ、真鍮でしょうから、まあメッキしてあるのかないのかちょっとよくわかりませんけど、まあ多分メッキしてあると思いますけど、面白いですね。あのこの初期のサブマリーナーは7928かな、79、あれは機械が、あのシルバーの機械入ってるんですよね、サブマリーナーだけは。あれもちょっと驚きましたけど、これはもう今回初めて知りました。ステンレスにはシルバーの機械、金張りには金色の機械ですね。でボーイズサイズ専用の機械が入ってます。チューダー1950年代の品ですね。